もっともっとこう暑いからね、こっち助走つくんですよ。お客さんのこと嫌いなわけじゃないですよ。気にしないように。これ暑いんですよ。だからね、こっちばっかりで芸やりたがるんです。わかるんですよ、このお客さん。ね、よくこんな暑いところで見てますね。ね、ありがとうございます。最後、この辺はい、よいしょー、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はここの、もう一つ児童が芸を見ていただく。この階段を使った芸でございます。ね、いただきます。はい、十分手伝って。暑いんだから、こういう時はね、やっぱりあの猿回しっていいねと、猿と人間が一緒にこう協力し合ってこうやってる姿で、やっぱりこうなんていうかな、思いは本当に猿と人間が一緒にね、あのやっぱり絆っていうの感じるね、頑張れ日本って感じがするみたいなね。降りて、はい、降りてください。もうガツって言えてもう言えません、言えませんよ。猿に食べさせてもらってるんですから。言いたくて、お願いします。こちらこちらです。こちらです、師匠。師匠、お願いします。はい、あなたがあって、よいしょ。また。さあ、ありがとうございます。ありがとうございます。これがですね、今度はですね、こう広がっちゃうわけです。グーッと広がっていくでしょう。これを飛んで逆立ちという発想飛び上げ。はい、行ってみたいと思います。こちら。はい、どうぞ。はっ、はい。はっ。お前ね、あのなんでこっちにも分かるの？こっち行けよ。こっちだと分かるよ。暑いからこうやってズズするんですよ。はい、まあいいや。これが終わります。さあ、行きましょう。このままさん、はい、ジャンプ。なんだ、こっちがもうやるんですかね。すみません、本当に。さあ、参りましょう。行きます。はい、それで休んでください。はい、暑いね、みんな暑いんだよ。待てね、お前よりも暑いんだから、これ肉ついてんだから。お前なんか気がついてるだけだよ。俺に気候についてんだから。熱いんだもん。お前が熱いんだ。待ってんな。自分だけ熱いと思うなよ。はい、こっち。はい、このようなさです。あっちゃん、はい、よっ、よいしょ、はい。これで終わると思ったら大間違いですよ。行きましょう。今日は特別です。この長さ。はい、これはっきり言って。怪我するかもう分かりません。はい、するかも分かんない。頑張れ、聞きよな。まあ、皆さんね、少々のことじゃこういう芸見れないんだよ。まあ、ここのお前、皆さんほらこんなんいないんだよ。お前そんな芸かと思うんだよ。お前危機感、衝撃を与えなきゃ、ここに原発がなきゃびっくりしないから、みんなそんぐらいの状況だから。今いいかよ、だから芸ではもうそこまでできるのかみたいなやらなきゃ。はい、よいしょ。はい、じゃあ次のコンビに行きましょう。ちょっとやりすぎました、これはもうはっきり言うて。ちょっとね、暑いから調子に乗ってこんなやってね、思いませんかね。はい、やりますか。わかりました。まあ拍手した皆さん、もし怪我したら何とかしてやってくださいね。ね、あの義援金集めております。今日は神のための怒られるぞ。そんなこと言ってくる。今の時お前 YouTube で流されるぞ。はい、行ってみたいと思います。よっ、最後ジャーン。はい、すみません、ちょっとダメです。厳しくいきましょう。ありがとうございます。待てな、これだけ嘘を集めたのはできないってのはどういうのダメだよお前。ああ、分かるな、ギリギリなんだ、肉になってもらうぞ。動物の命ってのは揃うんですよ。あとね、事件動物になってもらうぞお前は。行きましょう、飛んでいきます。ジャンプ。わーしょー、イエーイ。ありがとうございます。本当にね、こういう時はね、さ
彼に本当に心から感謝の気持ちを表してもらう。先ほど何度も言いましたが、どうもありがとう。どうも、はい、ありがとう。こんな人生です。ありがとうございました。暑いですけどね、ここで次郎君は終わりにしたいと思います。この後は私たちのね、太郎次郎一門の花々でございます。昨日も笑っていいと思うに出ていませんでした。彼女の先輩ですね、スマスマ月曜日のスマスマにも出てませんでした。彼の先輩です。彼はね、彼は今売り出し中でございますからね。いやテレビ出てるやつをこういうところやってるのが面白いんですよ、はっきり言うね。楽しんで帰ってください。はい、というわけでございまして、八郎君暑いからって我慢する、ちゃんとピシッと前を見て暑いからってこんな風にしないの。自分でやりました。ありがとうございました。はい、この後は、はい、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、コウメちゃん、コウメちゃん、気合の方どうですか。乗ってる、乗ってきた、大丈夫、大丈夫、よっしゃ。それで頑張って、じゃあ皆様、ここからもう一回頑張っていきますよね。よかった、もっともっと前に来ていただいてよろしいですか。さあ、ロープギリギリ、もう近くに来れば来るほど可愛く見えます。ぜひね、近くで見てください。さあ、じゃあコウメちゃん、しっかりご挨拶しましょう。気をつけ、では、さあ、ちょっとコウメちゃん、みんな見て見て、ちょっと写真撮ってるから、ちょっとね、可愛くポーズしたらモデル立ち。かわいいでしょ、かわいいでしょ、かわいいでしょ。じゃあもうちょっと頑張ってみます、コウメちゃん。じゃあもうちょっとかわいいのあるんじゃない、かわいく。コウメちゃん、かわいくポーズ、キラッとねって感じ。ほら、お子さんいるから、もうちょっと上品な感じ、わかる。いや、そうじゃなくてさ、なんか上品な感じ、ね。いや、大胆になってるよ、ちょっと余計なことするんじゃない、すいません。さあ、じゃあ真面目にいきましょうか。はい、それではしっかりご挨拶、今日頑張りますのはコウメとマサイです。どうぞよろしくお願いいたします。大丈夫？乗ってる？よし。さあ、じゃあ行きましょう。まずはこんな芸、道具を使います。竹馬芸、ご覧いただきましょう。せーの、はい。ありがとうございます。拍手いただきました。さあ、頑張って頑張って、ありがとうございます。さあ、でもちろんパラパラだけでは面白くない。まあ、普通のお猿さんはね、1週間から2週間かけて覚えるところを、コウメちゃんはなんと3ヶ月頑張りました。いやー、その甲斐あって、今となってはどんな場所行こうが絶対に転ばないんです。うん、うん、うん、遅いわ。ちょっと空気読めよな。いいか、普通に考えて転ばないんです。バタッと倒れるんでしょ。分かってんの、分かってんの。じゃあちゃんとやってよ。すいません、ちょっともう一回いきますよ。それでは早くね。いや、早いわ。なんかそのベタな感じは、ちょっとちゃんとやる気あんの、本当に。これやればいいと思うんじゃないんだから、ちょっと頑張ってよ。さあ、じゃあ気を取り直していきましょう。何やってるの。違う違う違う、頑張って頑張って、はい。さあ、感じ悪いよ、自分で拾ってよ。いや、足で拾うんじゃないよ。何やってんの。竹投げ、竹投げ、もう得意芸でしょ、頑張ってよ。さあ、それではですね、もちろんこんなんでは終わりません。行きましょう、もう一個、とっておきのいきます。なんと人間ではできません。目を離さずにご覧ください。3秒前2、1、はい、キュッ、完成。ありがとうございました。ゲームゲームでした。さあ、それでは盛り上がっていきましょう。本日のメインです、こちら。この道具を使って走り高跳び、ご覧いただきましょう。さあ、もうメインのゲームなんでビシッといきましょう。どうぞ。1段目、着地にご注目。はい、前転、どうですか。ありがとうございます。さあ、2段目、胸の高さ、いってみよう。はっ、よし、いいね、この軽やかな感じ。いや、アピールするんじゃないよ、おかしいだろ。イエーじゃないよ、バカだよ。どうした、え、痛かった、嘘、本当ごめんね。イエーイじゃないよ、バカだね。大人っぽくないかもしれません。お調子がいいんで行きましょう。3段飛ばしてここまで。いや、どれだけすごいか。飛ぶのは彼女です。もう身長と比べてください。彼女の身長の約2倍にちょっとずれてたよ、コウメちゃん。テンポよくいくよ。はい、身長の2倍に、そうね、なるんですね。さあ、じゃあ頑張ってよ、コメちゃん。それでは行きましょう。気合いの湯だ、行ってみよう。はっ、
あれ届いてないよ。イエーイ。うん、ごめんごめん、ちょっとちゃんと真面目にやろ、真面目にね。だって、はい、やっとね、イエーイ。足かよ、余計なこと言うじゃん。すみません。さあ、冗談さておき、真面目にいきましょう。メインの芸なんです。ちゃんと用意してます。これいきましょう。うん、おーみたいな雰囲気いただくとこっちもやる気出ますよ。いっちゃう、いける、よし、ね、とかおーとか言われるとこっちもやる気出るんです。いきましょう、もう一段。なんとこの間の倍の高さになるんです。さあこれいきましょう。分かってるよ。でもね、やっぱお客さんが大みたいな雰囲気いただいてるから頑張ってる。本当に大丈夫行くよ。じゃあ本人できるというなら行きましょうか。いやいや、でもこれ頑張る感じはもうちょっと近く来ていただいてよろしいですか。なんていうか気持ち的に一致団結ね。ベンチの人もうちょっと気持ち前来てくださいね。ありがとう。もうそれだけでやっぱやる気変わりますから。さあ行きましょう。ラストはこちらです。どれだけすごいか。さっきは冗談で身長の2倍とか言ってましたけど、これ冗談抜きで見てください。なんと10倍に変わるんです。ほんと難しい。さあ続いていきましょう。最後のジャンプ気合いで、それでは行ってみよう。あれ無理じゃないよ。すみません、ちょっと待ってくださいね。あのどうしましたね。いや分かんないから言ってごらん。いや聞くなよ。なんですみません、これちょっと内緒ですよ。お猿さんゼンマイ式なんです。さあこれで OK。 さあ準備もできたところで、最後にですね、今日はここで一つお願いがございます。もうご存知の通り、伝統芸能猿回し、こうやって一生懸命頑張れますのは、こういった皆様の温かい5000円とご理解あるご祝儀のおかげでございます。ありがとうございます。温かい拍手。今日はですね、私どもの温かいお客様ということで、いつもよりちょっと大きめなザル用意してきました。最後にこちらにありますザルを持って皆様の前を歩かせていただきます。コメちゃん頑張った分、笑った分、たくさん